はいどうも皆さんこんにちは、ミキです。さあということで社用の9回目ですね。ちょっとね動画の更新がね遅れておりまして大変ご迷惑をおかけしております。今月はドライバーで本当に忙しいんですけれども、来月ドライバーもう辞めてですね、教育一本で集中していくというスケジュールを今立てておりますから、テンポよく更新できてない日とかもあるんですけれども、まあ、来月以降期待していただきたいと思ってます。今回これ内容入る前に前回宿題出しましたよね。どんな宿題を出したのかと言いますと、2つの言葉の違い、見えという言葉と虚勢という言葉、これの違いについて調べてこいという宿題を出しました。いかがですかね。まあ、両方ともを貼るっていうのをこうつけて使う とりあえず皆さんね、辞書なんてなくても携帯さえあればいくらでも調べられると。で、例えば見えなんていうのを辞書で引いてみると、上辺を飾る、外見を繕う。虚勢とかもね、取り繕ったり上辺を飾る、まあ、要は気取るに近い意味なわけですよね。だからここだけだとよくわかんないと。で、下の方にスクロールしていくと、なんと僕が提示したですね、この虚勢と見えの違いなんていうのがこう出てくる。例えばこういうところに飛んでみるっていうのは1個の手。出たら、こういうのってもうページの体裁からわかると思うんですけど、完全にこれ個人が作っているページですよね、こういうのって。なのでここに書いてあることが絶対正しいとは限らない。虚勢、上辺ばかりの異性、見え、他人を意識して自分をよく見せようとすることとかって書いてあって、そもそもこれどっからこの定義を引っ張ってきたのかっていう出典も書いてない。この人が勝手に考えたかもしれないし、他のどっかから引っ張ったのかもしれないけど、わからない。まあでも参考にはなると。じゃあ果たしてこれで違いがわかるかって話で、虚勢、上辺ばかりって書いてあるけど、いやさっき見えって辞書で引いたらね、上辺がどうとかって書いてあった。ね、見えを辞書で引いたら上辺を飾るだから、そう、これ全然これ違いの説明になってないんよく見ると。で、じゃあ虚勢にしかない要素って何かって言ったら、異性っていう部分なんですよ。そう、あ、なるほどねと。こういうふうに自分で考えていくと。虚勢の性っていうのはまあ勢いっていう字なわけでして、これはまあ異性の性だと。こんなふうにつなげられる。見えって言葉には、ね、異性って要素はない。はい、そうすると今度例えばじゃあ異性ってどんな意味なんだろうっていうふうにこう、ね、寄り道していくことができる。そうすると異性、元気とか勢い。ああ、なるほどね。まあ、こんな感じで理解を深めることができていくという形ですよね。で、まあ、他にも、今、見栄は引きましたが、虚勢をちゃんとこうやって辞書で引くと、ね、上辺分かれの勢い、見かけの異性の良さでしょ、カライバリでしょ。カライバリって言葉結構出てくるので、ね、カライバリって言葉もここで覚えることができる。実力がないのに偉そうにしたり、強そうな態度を示したりする。勢いとか強さ、偉そうな様子とか、そういったニュアンスを持っていると分かるわけですよね。自分を大きく見せるとか誇張する、威厳を見せる、あ、これは結構いい言葉入ってますねという感じですね。なのでいろいろ辞書で引いていくと、虚勢って言葉にしかないニュアンスとしてはやっぱり強くこう大きく自分を見せるっていうニュアンスで、一方じゃあ見栄は何なのかって言ったら、まあ、どっかのサイトに載ってましたけれども、自分をよく見せようとする、よく見せる。いろいろ調べていく中でこう全てをこう総合していくんですよ。そうすると結局根本的な違いっていうのは、見栄はよく見せる、虚勢は大きく見せる。あ、この違いなんだなと。つまりこう要は目的が違いますよね。見栄っていうのは相手によく見られたい。だからさっき例文でね、恋人の前で見栄を張るっていうのありました、ね、相手に当然女の子によく見られたい。異性だったら大きく見せる、まあ、相手をビビらせるというかね、そんなニュアンスが出てくるわけでして、目的が全然違う。こっちはよく見られるからプラス、こっちは相手をビビらせるだからマイナスっていう、こういった違いっていうのをしっかりとインターネットなんかのね、メディアを使いながらまとめられるかどうかっていうのが、まあ、ある意味大事な力、ね、情報を正しく活用する、まあ、情報リテラシー、あるいはネットリテラシーといったところになってきます。ちなみに余談ですけれども、これ右に書いておきました。前回もポロッと言いました。教えていた問題でですね、膨らめなさいと。で、選択肢にこの2個が入ってて、答えはこっちなんですけど、なんで見えちゃダメなんだみたいな、こういうのがねありました。生意気盛りの頃、おい親父行くぞと大声を張り上げたりしたんです。少年がってことですね。親父そもそもどこにいるのかって話で、階段があって、この2階にですね、お父さんの書斎っていうのがあるんですよ。お父さんは物書きで、この書斎に閉じこもってこうね、こう物書いてるんですよ。で、なんかここはどうもこう厳粛な雰囲気が漂っていて、なかなかお父さんのいる場所には近づけないっていう。で、そんな中で、それでも私は生意気盛りだった頃は、おい親父行くぞなんてこう大声張り上げたり、そんなことを
ね、調子乗ってしたこともあったと。けど何々を貼るには相当の心構えが必要なので、まあ、要はこういったニュアンス、まあ、大声を張り上げるとかっていうのを総合してあげると虚勢だよね。多い生意気大声なわけですから、ね、強がってる大きく見せているってことなわけですから、まあ、虚勢が入るという、まあ、ことなわけでして、お父さんによく見られるようにっていうニュアンスはおかしいですから虚勢ということなんですよ。これが中学校3年生の問題に出てきて、いやすごい語彙力が問われてるなこれはって僕は当時思っていましたけどね。さあ、宿題の解説に関してはこんなところですね。もう今日これで結構時間使ってしまったので、このですね社用の9回目は2回にわたってね授業しなければいけなくなります。今回のこの動画ではですね一通りこれを読んで、まあ、ある程度理解をしようと、一文一文を。次回に関してはより明確にこう表なんかを書いたりしながら対比をね厳密に整理していく。もう今回のポイントにも書いておきました。対比の厳密な整理です。この指示語がどうのこうのっていうのはあくまでサブのポイントなので、メインは対比。そこをいかに意識できるか。さあ読んでいきましょう。で今日はね、長いから一文ごとにもう解説どんどん入れていきます。まあ、あるいは一文が長い場合はもう文の途中で切っちゃって解説を入れたりとか、そういったね、感じでも授業をせざるを得ない。スープのいただき方にしても、私たちならお皿の上に少しうつむき、そうしてスプーンを横に持ってスープをすくい、スプーンを横にしながら口元に運んでいただくのだけれどもっていう、この逆説で前半後半分かれる。これよくあるパターンです。で、後半はお母様ね、私たちとお母様っていう、そう、まさにここがもうすでに対比になってると。で、お母様は左手のお指を軽くテーブルの縁にかけても、これかけちゃう。上体をかがめることもなくお顔をシャンと上げて、お皿をろくに見もせずスプーンを横にして、さっとすくって、それからツバメのようにとでも形容したいくらいに軽く鮮やかにね、ひらりって表現どっかに出てきましたよね。スプーンをお口と直角になるように持ち運んで、スプーンの先端からスープをお唇の間に流し込むのである。わかりますかね？これ、イメージ湧きますか？で、ここを、まあ、試験本番はざっくりでいいと思うんですよ。まあ、私たちは相当慎重に飲んでるなと。お母さんは随分と余裕そうに飲んでるな、まあ、このぐらいの理解でもいいんですけれども、せっかく飲んでる時の様子っていうのがこう丁寧に描写されてるわけですから、そこをしっかり頭で思い描くところまで精読の練習としてやっていきたいんです。じゃあ対比を整理していきましょうという話になるわけですけれども、私たちはお皿の上に少しうつむくんですよね。さあうつむくっていうのは、まあ、要は お皿にこう向かうっていう状態なわけですよ。一応今日もね、準備しました。まあ、今までね、2回ぐらいなんかこう飲んでるところやりましたけど、あれは茶番だったんでね。で、今回も説明のためにこれ絶対に必要なものなので、これね、しっかり説明していきたいんですけれども、もうお皿の上にこう少しこうやってうつむく。で、そうしてスプーンを横に持って、横に持つだからこうでいいですよね。縦だとこうなりますよね。こうか。こうやる人はいないか。まあ、縦、横ですよね。縦、横ですよ。スプーンを横に持ってスープをすくい、で横にしたまま口元に運んでいく。で、少しうつむくからこんな感じか。確かにうつむかないと飲めないですね。それが私たち、つまり一般人ですね。じゃあお母さんはどうか。左手の指を軽くテーブルの縁にかけて上体をかがめることもなく、まずここを対比って気づけますよね。上体かがめないんです。うつむかないんです。そうだ、これうつむかないっていう言い方もできると。だからこっちがうつむくだからね。これ明らかに対比、こう整理ができると。でお顔をシャンと上げて、まあ言ってること一緒ですね。かがめることがないわけだからお顔を上げる。でお皿見もせず、まあ私たちはまあうつむいてるわけだからお皿見てるけれども、お母さんはお皿 見ない。でスプーンを横にしてさっとすくって、それからツバメのように。さあここで一応比喩と呼ばれるものが出てきておりまして、この何々のようにって表現ね、これ比喩って言います。まあ、今回メインのテーマではありませんけれども、で比喩が出てきたら何が言いたいのかっていうのは常に考えた方がいいですね。これ何が言いたいか、ツバメのようにとでも形容、まあ、表現言い表したいくらいに軽く鮮やかにスプーンをお口と直角になるように運んだ。そう、これだよね。ツバメのように軽く鮮やかに、これが言いたいんです。まあ、ある意味こっちのツバメっていう表現が比喩で、軽く鮮やかにっていうのはその比喩が言い表している本体と言っていいわけでして、ツバメにもいろんな要素があると。まあ、これはもう今回メインの話ではないから聞き流すで全然結構ですよ。これツバメね。ツバメにはいろんな要素を持ってる。鳥であるという要素、鳥だから飛べるという要素を持っていたり、まあ、こんな色をしているだとかね、それから飛び方がこうである。でいろいろ要素があるうち、今回その中の飛び方、軽く鮮やかに飛びようというその飛び方の部分をこの比喩が象徴してるんですよ。比喩が出てきた時っていうのはどの要素っていうのが本体に対応してるのか、これをね意識しなければいけないということなんですよね。まあ、ちょっと難しい話ですけれども、でスプーンを置く程度直角なんですよこれ。ってことはこれどんな角度ですかって話で、
はい、これもよくわかんない人いると思うんですよ。だって直角ってどこと直角なのっていう、え、例えば、まあ、ここに僕お口ありますけれども、これが横から見て直角なのであればぶっちゃけ向きは何でもいいんですよね。これは向きこうなってても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 、この横から見れば僕の口とスプーンは直角ですよね。口とスプーンは、これ何が直角なのか。そうで、ここで対比をうまく利用してほしくて、私たちはスプーンを横に持つんです。ってことはこういうことですよね。で、そこと対比させたいんですよ。で、直角なんです。ってことはもうこうするしかないですよね。だ、もちろんこうする人はいないので、なので、お母様の飲み方としてはこれをですね、もうこうする、もうかなり自己流ですよね。で、手飲むとなんか全然こう貴族っぽさないですよね。むしろ勝手に横からこういくのがね、上品な感じしますけれど。そうだから、ここと対比させてあげるとやっと理解ができる。上に絵でも描いてみると、これ上から見た図で、これ人間ね、 こっちに口ですよ、口、これ髪の毛、これ前向いてます。私たちはスプーンを横に持つのでこういう状態、お母様はお口と直角だからこうですね。で、直角であるってことを分かりやすく図示するのであれば、これ口でしょ、でスプーン、まあ、口とスプーンがまあ平行と、だからまあ平行なのか垂直なのかという対比になっている。はい、まあ、こんな感じで整理ができますと。予習した時にこの絵が浮かびましたか、それとも浮かびませんでしたか、ちょっと振り返ってください。これがもし浮かんでるのであればかなりしっかり予習できてますよ。けど浮かんでいないのであれば、そういうところまで厳密にイメージして読めるようにしておかないと、なかなか、ね、文章を読む力っていうのは根本的なところからは伸びてこない。スプーンの先端からスープをお唇の間に流し込む、まあ、このあたりはいいんですけれども、お母様は流し込む、じゃあ私たちはって言ったら、まあ、おそらくこう吸うんでしょうね、普通の人はね。お母様はもう流し込むでいいと。はい、じゃあ続きいきます。そうして、ね、もちろんお母様の話は続きますよ。無心そうに、まあ、何も考えない、あちこち脇見などなさりながら、これはさっきのどっかの繰り返しですね。お母様はお皿ろくに見ないんでしたもんね。はい、こんな風に同じことが繰り返された時にしっかり反応できる力も大事で、ひらりひらりと、ああ軽く鮮やかにね、これ繰り返し、動内容の反復に気づけるって、これすごい大事。これちょっと反復というのも書いておきますか、まあ、あるいは言い換え、こういう部分にも反応できるようになっていってほしいんですよ。で、まるで小さなツバメのように、お、また比喩が来ましたね、のように比喩が使われていると、まあ、さっきのツバメと同じですよね。このスプーンっていうのが翼みたいにこうひら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 飛ぶと、このぐらいの感覚でお母様は飲んでるよっていうことね。で、スープを一滴もおこぼしになることもないし、うん、まあじゃあ私たちは、要は普通の人はこぼしちゃうところをお母様はこぼさない。で、吸う音もお皿の音もちっともお立てにならないなら、まあ普通の人は割と音立てちゃう。でもお母様も音立てない。すごいね。かなり自己流のやり方なわけですけれども、それをもう慣れて、音立てないでいい。それはいわゆる正式礼法にかなっていただき方ではないかもしれないけれども、さあ、で、ここで少し僕が触れておきたいのは、これなんですよね。それという指示語が出てきました。で、指示語が出てきたら、何を指すのかっていうのは、皆さん無意識に抑えていると思うんですけれども、たまに繋がらない時っていうのがあるんですよね。今、これ前の部分を読んでいくと、一滴もこぼさない、音も立てない、あ、すごいなっていう内容ですよね。けどそれ受けて、それは正式礼法にかなったいただき方ではないってきちゃったんですよ。いや、むしろ音立てないとかって正式な礼法、すごく礼儀正しい、正式礼法にかなってるんじゃないの、すんなり通らないんですよね。こんな風に指示語の内容っていうのは、まあ、基本的にはすぐ目の前、直前を指すことが多いんだけれども、うまく通らないなっていう時は厳密に確認しなければいけない。だからここはね、皆さん止まってほしかったんですよ。予習時どうですか、ここさーって読み流しました。ここはね、止まるべき。正式礼法にかなったいただき方ではないんだって、お母様のいただき方が。さあ、じゃあこの指示語はどこを受けてるのか。当然これいただき方を受けてるわけですから、どこが直接的な内容なのか。例えば緑にしましょうか、これ正式じゃないね。で、スープを唇の間に流し込む、まあ、このあたりもそうなのかな。まあ、脇見などなさる、まあ、これも正式ではないよね。まあ、そんな感じです。そうだから、要はこのあたりの内容、これがお母様の、まあ、正式礼法ではないわけですから、ちょっと言い方は悪いですけれども、不作法な、まあ、いただき方なわけでして、で、これを次のページの冒頭の指示語が受けているんだ。そうすると辻褄が合いますよね。しっかり厳密に確認をしてください。で、けれども私の目にはとても可愛らしく、それこそ本物みたいに見える、評価してるんです。また、事実、お飲み物は口に流し込むようにしていただいた方が不思議なくらいに美味しいものだ。あ、やっぱりこのあたりから口に流し込むっていうのは正式じゃないんだなっていうのが分かりますよね。本来正式じゃないけど、流し込んだ方が不思議なくらいに美味しいんだ、
お母さんみたいに飲んだ方が実際美味しいものだと。けれども私は直司の言うような口頭音古事記なのだから、はい、覚えてますか、この口頭音古事記っていう表現、どっかで類比の話した時にやりましたけれども、これ何言いたいかっていうと、気取っているってことを言いたい表現でしたね。本当は古事記なのに口頭音っていうラベルを貼っている、私はそうだと。だからお母様のようにあんなに軽く無造作にスプーンを操ることができず、仕方なく諦めてお皿の上にうつむき、さっきの繰り返し、いわゆる正式礼法通りの、お母様は正式礼法にかなってないけど私は正式礼法通りっていう、これ対比になっているの陰気ないただき方をしているのであるという、終わり方になっています。いかがですかね。無造作って言葉ぐらいは辞書引いてもいいんじゃないですかね。お母様はひらりと軽く鮮やかに飲んでいる、まあおそらく無造作って言葉にもそんな意味があるんだろうなと思いながら辞書を引くとですね、これ漢字に通りあるので、まあ、一般的にはこっち使うことが多いですからね。あ、やっぱりたやすいことをね、余裕そうにとか簡単にみたいな、そんな感じの意味があるということが分かりましたと。はい、今回はもう時間ですのでこの辺りで終わりにしていきますけれども、次回ですね、もう少し厳密に母と私たちのいただき方の対比っていうのを表にして整理していきたいと思います。なのでちょっと皆さんもね、予習として書いてみてください。私たちはこんな飲み方、お母様はこんな飲み方っていうのをいくつかの対比で、箇条書きでもう10個ぐらい上げるようなつもりで書き上げてみてほしいなと思います。次回はそれをテーマにしていきます。はい、では今回の授業は以上です。お疲れ様でした。